今回はこちら、ソニーの、フラッシュ HVL-F20M を購入しましたので、開封レビューします。実はこの商品はマップカメラより2016年1月18日に、11,460円で購入しておりまして、まあ2年以上ちょっと放置していた、商品になります。購入した商品はソニーの HVL-F20M、価格が12,237円となっておりまして、売れ筋ランキングは23位の製品です。ソニーの純正の中では、一番安いモデルになっておりまして、ストロボの、ガイドナンバーは、20となっています。で、純正では、一番高いのが F60 で、こちらのモデルが、出ています。で、こちらの F20AM という製品はすで、に販売は、していません。こちらの製品が最新の、エントリーモデルになります。スペックは、こちらで一番ソニーでは小型なフラッシュになります。特徴、厚さが 24mm の薄型コンパクトな外部フラッシュ、独自構造によりワンタッチで上75度回転可能、簡単操作でバウンス撮影を楽しめる。ストロボの光の強さを示すガイドナンバーは20となっています。もちろん内蔵フラッシュよりも大光量で、5メートル離れていても光が届く仕様です。 ISO 100で絞り値が F4 で5メートル届くという仕様になっています。 ADI の調光方式を採用しています。まあ、このようなソニーのカメラに装着しまして、ワイヤレスフラッシュを制御できるワイヤレスコントロール機能を搭載しています。あと、ホワイトバランス自動補正機能、付属品はキャリングポーチと端子ゴーキャップが付いています。で、使用表では電源は単4電池2本、あと質量は電池別で 105g です。で、パッケージの方はこんな感じのパッケージになっています。では開けます。入っていたものは、こちらで、保証書、あとマニュアルですね。マニュアルはこんな感じで、日本語の、マニュアルになっています。まあ、ポーチに入っていって、こちらが、本体です。電池は、こちらパナソニックのエネループ使いたいと思います。で、こちらを開けて、で、プラスマイナスという形で入れます。今このように電源がつきましたが、これをオルとオフになります。で、これを入れるとオンになります。で、これがテレスイッチで、光を遠くに届けたい場合はこのように開けると光が遠くに届くようになります。これが、バウンススイッチで、通常はこのように正面に向いている、フラッシュを、このように上げると上向きになりまして、このように天井に光を当てて、自然な光で、撮影することが、できます。あと、これが電池接点があります。これは手で、触らないように、した方がいいです。では、早速、カメラに、つけたいと思います。まずここを開けて、このキャップを外して、入れて、あとは、このように閉めます。で、まず電源を入れます。そうすると、こちらも電源がオンになりました。で、使わないときは、倒すとスイッチオフで、使うときはまた、上げると、スイッチがオンになります。まあ、横から見ると、まあ、こんな感じになります。カメラの電源をオフにすると、しばらく経ってから、こちらの電源も、切れます。シャッターを切っても、今反応はありませんが、これは今電子シャッターになっていますが、フラッシュを使う場合は、メカシャッターにする必要があります。で、メカシャッターにしまして、今光りました。まずフラッシュの設定は、オートで、撮影してみます。
この状態では光りませんでした。続いて、強制発光。はい、このように光ります。続いて、スローシンク、モードは P にしました。続いてアトマックシンクロ、では、ちょっと、照明を落としまして、フラッシュで、テストしてみます。フラッシュありとなしで、撮影してみます。次にフラッシュありですね。次にバウンス撮影してみます。バウンス撮影で、今度は連射でやってみます。こんな感じで、連射でもフラッシュで使うことができます。まあ、プロ向けの大きいフラッシュと違いまして、まあ、コンパクトで、まあ、ちょっとフラッシュ焚いた方がいいかなという時に、さっと出して使えるフラッシュかなと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。